でね、まあたまにね、そのパーティーロケッツの曲調とか楽曲性とかっていう聞かれます。で基本的にはなんかそうだな、まあ80年代90年代のまあ明るいハードロックみたいなね、いうところです。で面白いのはなんか最近流行っているミクスチャーみたいなね、例えば途中でラップが入るとか、そういうの一切ない。そういうことは多分ドロシーもそうなんだよな。だから割とそこ直球の楽曲なんですよね、こういうの。まあちょっとで、まあちょっと今後に期待したいのはちょっと歌い方がね、どうしてもアイドル歌いになってるので、そこもなんだろうな、もうちょっと考えてこう可愛いとことかっこいいところをこう分けてね、もう少しこう本人たちの声を尊重したレコーディングになったらもっと嬉しいな。それが、ライブだとはそんなにあんまりこう脚色した歌い方をしないんでいいんですけど、どうしてもレコーディング音源だと、その辺のアイドル歌い方みたいなやつがちょっと強烈になっちゃってね、そこがちょっとまあ自分がロックが好きだっていうのもあるんですけど、ちょっと残念だな。あとね、ライブでしか今のところ歌ってない音源がないんですけど、ママには言えないっていう曲があるんですけど、それが僕は一番大好きで、それが入ったら皆さんに配りたいです。まあ今でももう配り終わっちゃいましたけどね、ちょっとそんなに買ってないんでもうなくなっちゃったんですけどね。まあそんな感じです。まあこれからの期待です。ちょっとコメント、最近ようやくエビを普通に見れるようになりました。そうですよね、まあ時間が心を癒してくれますね、本当。時間は大事です。時間を置くことって大事ですね。皆さん笑い笑いと、店長さん、ソフマップの店長さんね、サインは気持ちが入ってます、明日のチェキには入ってませんと言って売り切った後、明日のチェキ会も楽しいに決まってますと、手のひら返し。そうでしたね。そう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 。あれ、ほんと面白かった。ほんと面白かった。ほんとそう言ってましたね。面白かった。あの店長さん面白い。単に売るとか、単に回すとか、ほらほら、あと何枚ですよとかって、そういう、なんかこう、いやらしい言い方じゃないんですよね。なんかね、そこそこグループのネタをこう入れてね、まあ、すごいのはちゃんとメンバーの名前を知ってるっていうのもね、すごいですね。なんか結構人気のあれで、なんか楽屋とかで占いとかやったりもするとかっていうね。面白いな、あの人面白い。見た目はなんかね、ちょっと太った、まあいいや。そういうことでね。で、最後、アイドルランブ。アイドルランブ、皆さん行かれましたよね。楽しかった。女子流出るっていうんで、自分もちょっとギリギリまで、ちょっと仲間さんにわがまま言って安く譲っていただいて、もうちょっと半ば強制的なんですけど、なんて言うんでしょうね、こうまあ女子流も出てるし電波も出てるんで地下アイドルっていうあれではないんですけども、でもそのなんだろうな、もうその大物、例えばキュートがなんだとか、ベリーがなんだとか、スマイレージ、まあ、スマイレージも女子流の方が大物になっちゃった感はちょっとあるけど、なんて言うんだろう、ハローがとか AKB がとか、もうそういうのなしに、あのメンツで十分アックスを沸かせられる、その、なんだろうね、アイドルグループの、なんて言うんでしょう、奥深さっていうんですかね、これだけいろんな人がもう
ファンがつくというか喜ぶ空間になったという感じがしましたね。あのリンクでもちゃんと盛り上がるし、まあ、チキパもかっこよかったですよ。僕ちゃんとチキパレード見たのとっても久しぶりで、多分3月か4月ぐらいだから4ヶ月ぶりぐらいなんですよ。ティフでもちゃんと見なかったんで、いやだからかっこよかったな。でね、まあ何でしょう、ジュエルの時に正座をしたしないとかなんかいろいろありましたよね。その電波の時に、ダイブをしたとかしないとか、まあ正直ね、そんなまあどうでもいいっちゃなんですけど、僕まあ幸か不幸かですね、ずっと後ろで見てたんですよ。突っ込もうと思ってたんですけど、ちょっとね、人から借りた iPad がねカバンの中に入ってて、それをねちょっとそれをちょっと管理してなきゃいけないっていうんで、カバンのそばにいたかったっていう、そんなもう預けときゃよかったんですけどね。でまあ幸か不幸か、そのずっと後ろにいたんで前の方でごちゃごちゃやってるっていうのを感じなかったっていうのがちょっとラッキーっちゃラッキーだった。はあ、乗ってないか、まあいいや。だから結構なんて言うんでしょう、リンクも出て、全部楽しい思い出しかないっていうね。でちょっとまた仕事の関係で途中で出なくちゃいけなくて、トマパイを見た瞬間に外に出て電波も見てないんで、まあ本当申し訳ないです。なんか薄っぺらな感想で、8月の23日だっけね。まあだからその、まあうまいこと言えないんだけど、そのここなんだろうね、有名アーティスト、有名グループ、有名誰でも知ってるなんとかっていうのなしに、もうその、お客さんはこれだけ喜ばせる、喜ぶもんができてんだなと。なんて言うんでしょうね、アイドルユーザー層とかのなんかもう底上げを感じましたよ。うん、アイドルランプ見てね。うん、一つ一つ言ってきたいな。誰が言ったんだっけ、アイドルランプマックス。これか。なんかないなぁ、うまいページがないなぁ。これでいいか。コメントありがとうございます。僕もチキパはアイドルネーションの時以来でしたと。そう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 、アイドルネーション、僕もそうそう、チキパごめんなさいね、アイドルネーションで見たのか、あれ見たのかな。とにかくね、アイドルネーションの時感じなかった。やっぱアイドルネーションってね、大きすぎたんかな。ちょっと。あんま席も、いい方ではなかった。後ろの方だったんで、いい席でしたけど、後ろの方だったんで、あんまりその、あれ、じっくり感じ、見られなかったっていうのもあったんですけど、今、ここで、アックスで見たチキーパレードはものすごくかっこよかった。で、知らないことが、構想したって感じで、最近チキパでもそのダンス系のブリブリの曲もあれば、結構四つ打ちの曲とかもあるんですよね。僕全然曲調とか知らないですけど、だからスーパーガールズ見るみたいな感じだ、まあ違うんだなぁと、うん、結構音楽性も幅広いし、でギラギラしてるじゃないですか、あの子たちはね。そういうの出せっていう演出なのかもしれないですけど、こう笑顔よりもこう私やったるぜみたいな、このギラギラ感のダンスとかね、とかっこよさと、割と歌もまあね、人によってやっぱスパガの方がうまかったり、どうしてもスーパーガールズとこう比べちゃうんですけど、あこれは楽しいなと。もう極悪ピンチケ君にだけに渡すんじゃん、これもったいねえなと思う。まあ行かないですけどね。でも
あ、さすがだと、みんなが矛盾になる気持ちがよく分かりましたね、ジギパレードで。この時出たのが50音順で、よっ、エビチュー、電波、トマパイ、ジュエル、チーキーパレード、シャチホコ、ドロシー、ハイパー、メアリーエンジェル、リンク、ジョシリューということですね。で、まあ、さっきね、ちょろって言いましたんだけど、その、なんだろう、ジュエルで正座するとかしないとか、あの時ダイブするとかしないとかっていう、それもね、単純な話で、これ対バンだから問題になっただけだと思います。まあ、マナーとかね、まあ、それはマナーいいに決まってるけど、でも、アックスでスタンディングでこのメンバーでって言ったら、マナー悪いに決まってますし、ね、もしここで静かで絆が出てきたとしても、あの、民度は多分保てないですよね。いろんな人がいるんだから、それは理解できないもん、知らないんだし、なんかね、女の子が上から降ってきた、あ、だったら俺だってダイブしていいのかなとかって思うかもしれないしね、それはその界隈のこう、雰囲気を保つ限界を超えてるなと思いました。だからあの時に何々した何々オタが悪いとかっていうのはもうこれはキリがない話だなと、僕ジュエル結構ね好きで、まああんまりちょっと行かない行けないことが多いんですけど、あの時間があったら行くようにしてます。フリーライブとかだったらなるべくね、ティフでも行きましたし、でね、好きだけど多少ね、やっぱね、なんだろうな、突き飛ばされるじゃないですけど、あのうわーってこうね、なんだろう、洗濯機とかね、まあそんなのやるバカがいけないんですけど、洗濯機って入ってここナスとかってやってる時に腕でこうグイッとね、こうやられたりとかっていうのはあるんですよ。それは何回かあるんで、でもそんなもんだろうと思って楽しんでて、自分でも一応分かってるつもりで言ってるから、それはまあ織り込み済みっていうのかな。そこであの不愉快にはならない。だからそれ多分知識ですよね、単純にね、そういう現場だよね、ある程度それはまあぐちゃぐちゃやるんだから自分の身を守るためにグッと押したりとかっていうのはあるだろうよということを知ってるから、まあ何とも思わないという感じだと思うんですよね。だそれが普段の、まあ、屋根裏とかね、渋谷屋根裏とかそういうところでやってれば、みんな分かってるから、分かってる人しかいないから、それが成り立ってて問題はないと。それが、まあ、リンクファンもいるし、エビチューファンもいるし、チキパオタもいるし、シャチホコ好きな人もいるし、何がどういうふうにここでやったらいいのかっていうのは、みんなね、みんなとは言わないけど、やっぱ分かってる人がの方が圧倒的に多い、ね、分からない人のが圧倒的に多いわけですよね。そこで、いや、ここのルールではこうなんだけどって言ったって通じないし、そこでおとなしくしてろっていうのもどうかなと思います。だから、まあ、それは、それだけ、ね、これだけの組がいたら、それぞれ文化を持ってるし、それぞれの会場でみんな快適な、これが俺たちのやり方だっていうのは持ってるわけでね。それを、まあ、僕、女子流ファンですけど、女子流のように、見ろとは言わない、言えないかなと。それでちょっとライブとはまた違うことになるし、まあ、あんまりそういうのがね、増えると風通しも悪くなるし、それこそ神戸のももクロで女子流 T シャツ着たら殺してやるとかね、マウントになってボコボコにしてやるとかっていう、その風通しの悪さにもなるじゃないですか。まあ、それももクロ悪いとかどこ言ってるんじゃないですけど、あんまりね、そういうこう、なんだろう、これ以外はそういうルール破ったやつは全部死ねえみたいな雰囲気っていうのは、まああんま良くねえなと、僕自身もまあ好きじゃないですね。そんなことを思いました。でも楽しかったですね、ランブは。本当ね、これ実は仕事で行けなかったんですけど、もうちょっといろんな調整をしてですね、お金も払いつつ、はした金を払いつつ、もう大変な思いして、行きました。アイドルランブは行ってよかったですね。本当に行ってよかった。なんかこう、TIF だとどうしても、
あそこ見に行ってここ見に行ってっていう感じで、なかなか1ステージでこうスムーズには見れないですけどね。まあ今の時代にこのエビチュー、電波、トマパイ、ジュエル、チキパ、シャチホコ、ドロシー、ハイパー、ミラリエンジェル、リンク、ジョシュルと、ね、この組を同じステージで、確か4時間ぐらいだったのかな、うん、見れるっていうのはまあそうそうない。でこれからもまああるかもしれないですけどね。まあすごく何て言うんでしょう、そういう中堅どころって言ったらなんだろうけど、そういうところを集めたあのライブとしてはとてもいいまあ環境だったと思います。うん、ランプ楽しかったっすねと。そうですよね、うん、ちょっとあの第3のブログも拝見しました。楽しかったし何よりビールがうまかったですと。そうそう、あそこ酒が飲めたんだな。そうかそうか、だからもしかしたらあそこで酒飲めたやつがわーっと盛り上がっていっちゃったっていうのもあったのかもしれないですね。うん、まあでもあのジュエルの時にね、あのスローな曲でみんなが見えるようにっつってこうダーッと正座してって、でまあ正座する時にもなんで正座しなきゃいけねえんだっていうやつがいたりとか、まあね、正座し なんなのこれみたいなとかね。まああとは前後で正座しちゃったから真ん中の人たちが座るスペースがなくてどうしようもなくて立ってたと、中腰になってたっていうのもありましたけどね。まあそれ含めて僕はあの曲で正座みんなし出すとちょっと涙出そうになるんですけどね。あのやっぱりみんなを見せてやりたい、メンバーをね見せてあげたいっていうのもあるし、まあそれが儀式みたいなのもあるし、まあゆっくりここはゆっくり聞こうよっていうことでもあったりして、まあそれがね受け入れられるかどうかは別として、ああいうのがそれも渋谷アックスっていう場所でやるっていうのはなかなか何て言うんでしょうね、何て言うんでしょう、お互いの文化をこうぶつけ合ってるみたいでね、あのジュエルの文化はこうなんだとかね、シャチはこうなんだとか、スリービーはこうなんだとかね、電波はこうなんだってこうお互いのそれぞれ独自でやってる界隈で起きてることをこう、ぶつけ合ってるみたいな感じでね、なんかあここに静かせ絆いたらなとかってちょっと思いましたね。うん、そしたら僕もちょっと荷物をやって前の方にちょっと突っ込んだかもしれないですけどね、うん、そんな風に思いました。だからまあ分かり合えることは基本無理だとは思うけど、でもまあそれぶつけ合うことで面白い現場がまた生まれるというような感じでしたね。そうそうそう、何より知り合いの方たちがいっぱいいて楽しかったですと、本当その通りでしたね。今やももクロ現場に行っても誰もほとんどお仲間さんには会えないけどもね、ああいうそのまあ DD の祭典みたいなね、まあ DD というかいろんな、中堅どころの、グループを集めたライブに行くと、まあ周りはもう、知り合いばっかりだと、うん、あんなにねファンもいるのに、だから1年前2年前でももクロを見てた人たちはみんなここであの今のアイドルいろんなところで分散して楽しんでるっていう、そのなんだろう、一体感というかファミリー感というか楽しんでる感っていうんですかね、あそこのアックスの前で酒飲みたかったぐらいですよね本当に。 それも多分楽しいんだろうな、うん、である人はリンクファン、ある人はエビチュー見てる、ある人はシャチ応援してる、ある人はシャチホコに見れないでぐずってるとかね、うん、僕もこの中で何オタだって言われたら、まあ、多分上州流をまあ全力で応援してましたけど、あとドロシーかな、うん、何 どこって言われたらね、そういうその今はどこ現場みたいなね、そういうその刺激の試合が面白かったですね。でいやどうなのよと、あのあれはどうなのとか、あの歌はどうなのとかさ、あのメンバーは何なのとかっていうのをそのまたここで情報交換するのもまあ面白かったですね。うん、いろんなアイドルファンが集まって4時間半もあったら何か起きますよねと。そうですね、本当そうですよね、うん、それがね AKB やハローみたいにある程度こういう風になるもんだよと、予定調和じゃないけどもこう
すり合わせというか、まあ有名ね、分かってることだったらともかくね、あれだけ、まあ、ジュエルの現場のことを知ってる人たちが、まあそこでどれだけいたのかというのありますからね。あ、どうもさとしさんありがとうございます。そのいろいろな好みの人たちがまとまってたももクロってやっぱりすごいよねと。本当にその通りですね。本当にその通り、うん、本当にその通り。今ももクロの話をし、実はちょこちょこっとあって、ももクロの話を知らなくて、一緒にあの応援してる系の人も実はちょこっといるんですけどね。でも、僕の周りで、まあ、ももクロ、ね、好きだったっていうのもありますけど、まあ、95% かな、ね、これだけ何百人の、ね、まあ、皆さんもこうやってあのユーストを聞いていただいたりとかですね、なんだっけ、ツイッターでね、いろいろあのお話しさせていただいたりということがありながら、何百人の方とご挨拶しながらも、ほとんどの方がももクロを通過していると。その通過している時期はね、いろいろ人それぞれで様々ですけどね、あの変な話、他界している時期もいろいろね、早い人も遅い人も今もや、ね、いらっしゃる人もいろいろですけどね、本当にすごい。だからそのももクロの求心力はやっぱすごかったんだなと、うん、あえてすごかったんだと言っちゃいますけどね、うん、そういうことから見えるすごかったんだなっていうね、うん、という感じでしたね。アイドルランブ、うん、楽しかったです。あ、なんかね、よく皆さん言ってるのは TIF が冬にやればいいんじゃないかなとね。だからね、ちょっと涼しい時期の方がやっぱりライブって合ってるなと。まあ真冬はちょっとどうかも分かんないですけどね、あの猛暑の中での TIF はよりは少なくともやりやすいだろうとね、いう感じで、まあちょっと、まあ、夏は夏で、今度冬は冬で、まあ、横丁なのか HMV なのかフジテレビなのか分かんないですけどね、こういうそのまあまあちょっとどういう反応が起きるか分かんないけど、中堅どころ集めた対バンフェスみたいなね、またやってくれたらなと思いました。本当それすごいですと。分裂した先を見ると絶対好み合わなそうな人たちがなぜかももクロにいましたねと。本当ですよねこの前、昨日かな、ちょっとあれがあって、この前のなんだっけ、横浜ブリッツのあれ何でしたっけ、あの FTR か、俺あれ行かなかったんだっけな、あ行ったんだ、まあいいや、何ツアーでしたっけね、あのね、もののふって検索すると出てくるのかな。それでまあちょっと内輪の話になっちゃって申し訳ないですけどね、同じレニオシのところにJT さんとイーチさんが一緒に同じ家にいるっていうね、それが面白かったですねもう今じゃ絶対、絶対でもないか、ね、なんでこの二人がここにいたんだろうというね、それが面白かったですね。それぐらいあの時のももクロは、こう引っ張る力っていうかね、磁石のようにいろんな人引っ張る力があったんだなと思いました。そんなとこでしょうか。ということで、どうしようかな。ということで、まあ先週はとにかくこの曲に感動しておりました。この曲でお別れでございます。皆さん最後までありがとうございました。おやすみなさい。長い髪を風が優しく包む、あ乙女は胸に白い、さとしさん、冬の TIF はいいな、でも会場があそこで真冬だと防寒対策をしっかり取らないと死人が出ると。そうですよね。だからね、まあ真冬とは言わないまでも秋とかね、あとは春口とかね、そんなに寒くない12月とかね、うん、まあ基本は暑くなるものなんで、それをなんかちょっと涼しくするみたいな感じでね、
冬の風物詩みたいなのがなんかちょっと欲しくなりましたね、うん、こんな感じかな。拾い忘れてるコメントはないですかね。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。